ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。はい、ちょいワル先生は今週お休み、はい、と同時にその、うん、この週末ちょいワル先生の娘さんが、はい、なんとご結婚されたそうで、おめでとうございます。なんかすっごいなんかもう涙の、うん、そうですね、大号泣の結婚式やったので、メッセージいくつか来ましたけど、ちょいワル先生からメッセージ預かっておりまして、はいはい、森田さんから祝電をいただいて、あ、はい、お送りさせていただきました。これでもとても盛り上がったそうで、だからお礼をしっかり伝えるように東京を使って、ちょいワル先生ありがとうございます。ありがとうございます。で、すいません、今回ちょっと私出演させていただきます。はい、末永さんと羽賀さんですね。そうなんですよ、はい、よろしくお願いします。はい、実は私2年ぶりにちょっとこの会場来まして、はい、実は以前セミナー告知をしに来たんですけど、はい、本当に顔映らず声だけだったんですよ。で、今回はこの ね MC 席に本当にお座りになってるという大出世ぶりな、ね、もうそれでもすっごい緊張してしまって。羽賀さんもあれですよね、はい、その CM で出たことあるけど、まあ、ここに座るのっていうのは何度かお邪魔してますけど、こんなに丸々出るのはほぼ初めてなので。ですよね、だいぶ緊張、朝から緊張してたので。朝から緊張してた。じゃあこそ今日はね、その緊張を吹っ飛ばして、はい、ちょっと、うん、そうですね、一発予想、末永さんと羽賀さんの、はい、一発予想を言っていただきたいと思います。はい、はい、では早速、はい、先週の検証ちょっと始めさせていただこうかと思うんですが、はい、じゃあちょっとこんな形で並んでるんですが、はい、2月28日火曜日、はい、アメリカの GDP 発表があったんですよ、うん、で結局それまあ現状あんまりですね変化はない状態だったんですけれども、うん、まあいろいろ検証あったんですが、はい、まず28日火曜日、はい、パウエルさん基調発言あったんです、うん、そうですよね、これ注目されてましたね、すっごい注目が見てたんですよ、ね、はい、うん、これがですね最初は上院での議会証言だったんですけど、はい、実は年内4回のですね利上げ観測、うん、これが 24% か 35% に上昇したっていうのがあったんですよ。それでドルがすごいドル高になったんですよ。でまだただ年内利上げ3回とかって言われてるんですけれども、うん、実際に4回上げるってなったらドルとかも値段かなり上がってくるのかな、110円超えてきたりとか、ちょっと期待できたりなと思ってるんですね、はい、かなりなんかアグレッシブな予測を、そうなんですよ、ね、はい、出してきてますよね。で、はい、で今度ですね、実はその2日後パウエルさんまた議会証言したんです。今度は下院の方だったんですけれども、うん、はい、今度でも上院とは打って変わって、うん、ちょっと全然違うんですよ、パターンっぽい雰囲気で話して、今度ドル下がったんですよ、ちょっと、はい、ちょっとドル売りの展開になったかなと、うん、でそれがちょっと今週の流れだったかなって、うん、これ上院と下院で同じ人の発言がこうも変わるってどんな理由なんですか、これ。あ、そうですね、まあ理由としましては、おそらくその28日、うんうん、利上げをするっていう高波的な発言をしたんです、はい、それってドルが上がってしまったので、うん、内部で言われたのかな、そうなんですよ、言い過ぎたらお前みたいな、ちょっと下げろよみたいな、なるほどね、はい、分かりやすいね、うん、で打って変わって違う発言をしたと、うん、はい、で次ですね、チャートの方、うん、ちょっと映らせていただこうかと思うんですけど、はい、これ先週の先生の予想のポンド売り、うん、まあ、見ていただければ分かるんですが、大当たり、大当たりじゃないですか、はい、これ大ヒットっていうよりもこれホームランでしょ。まあ4円下がって、まあ、すごいですね。でまあこの予想をしたその先生はですね、はい、イギリスの EU 離脱交渉がうまく進んでなくって、うん、でその中で3月3日に行われたイギリス側の EU 離脱方針の公表も進展しないだろうとの読みからこの予想が出たということなんですけれども、まあ、先生予想を出すときっていつもこうなったらこう、でもこうじゃなかったらこうみたいな、こう2つ以上が予想を出すようにされているようなので、うん、いつも社内でもこうしたらこうだけどこうだったらこうみたいなのをずっと喋ってるんです、ね、うん、でまあよく分かりやすいのが、利上げしたらよく予想でも出ると思うんですけど、利上げしたらドル買いだよとか、そういうのも、うん、その絶対2つ以上予想を用意して、はい、いつもお客さんとやってるので、うん、まあ、それが大当たりしたという感じなんですけど、うんうんうん、すごい、これ今見てますよ、これ多分きっと違うどうだ参ったかぐらいのねドヤ顔して見てると思うよ、まあ、この予想出て次の日ぐらいにちょっとユキちょっと怖いって席の方に呼ばれまして、うん、どうだこれすごいだろうってすごい得意げに話してて、うん、まあ、その後、まあ1週間近くはその自慢げの天狗になってるようなところが続きましてね、やっぱり当たると元気なんですけど、ちょっとあまりうまくいかないなっていうと何も言わないっていう、うん、分かりやすい、うん、そんな感じなんですけど、今回はもう
大当たりだったので元気いっぱいな1週間で。ちなみに娘さんの結婚式では一発予想はやらなかったんですか？ちょっと私はあのお邪魔できなかったんですけど、うん、まあ、一発予想がそういったコーナーがなかったのかな。あったらおかしいでしょ。あったらおかしいよ。まあやっぱ娘さんの結婚式は娘さん、娘さんを立ててね、主役ですから、そこでちょやら先生の一発予想だったらね、ちょやら先生主役になっちゃうもんね。そうですね、うん、まあ、先生も大号泣の結婚式だったようなので、うん、この時はまあお父さんの顔だし、そうね、まあそれは泣きますよね。違う感じだったんじゃないかなとは思いますけど。で続いて、続いて、はい、雇用統計。雇用統計、はい、これは実は直近3ヶ月のデータと、はい、添付させていただいてるんですけど、うん、ちょっと見てください。12月度と1月度2月度の発表、うん、実は予想よりも全部結果いいんですよ、うん、本当だ、はい、うん、で失業率の方はほとんど変化がないって状態なんですけど、うん、今回3月度実は予想 20.5 万人って言われてるんです。多いですね。多いです、うん、前回よりもいいんじゃないかと、うんうん、でただちょっとこの直近3ヶ月のデータを見ると、うん、今回ももしかしたらちょっと期待できるんじゃないかなと、うんうん、それこそプラス22万人とか23万人とか、はい、うん、そんな形で考えてるんですね、うんうん、ただ失業率に関してはちょっと今回、まあ、4.0%、うんうん、でちょっと前回よりも下がってくるのではないか、うんうん、とは言われているものの、うん、結構ですね、失業率の方も低くても、うん、最近ですねずっと 4.1% を維持してたりとか、うん、同じ水準に来てる、うんうん、形ですので、これも、前回の予想よりもかなりいい結果期待できるかなと、うん、ちょっと個人的に思ってるんですが、そうか、うん、最近でもちょいよる先生が言うのは、はい、これやっぱ雇用統計のデータが相当その当てにならないと、うん、そうね、うん、その前に他の指標と組み合わせてどこがどう変わるのかってを読んでおかないと雇用統計に振り回されるぞっていうのをね、最近よく言ってますよね、はい、雇用統計見てすぐに動くなっていうこともね、結構おっしゃってますね、で今ちょうどおっしゃっていただいたんですけれども、はい、その雇用統計発表後の実はチャートを、また作らせていただいたんですけど、これドルのチャートなんですよ、はい、うん、でこれが12月4日発表、うん、22.8 万人、うん、で1月5日も結果出てます、うん、で2月2日も出てます、うん、ただ結果が出てちょっと見てほしいんですが、毎回毎回下がってるんです。そうですね、うん、いい結果なのに、うん、そうなんです、うんうん、ここキーポイントよね。そうですよね、こういう時いい結果なのになぜか下がってる。そうなんです、うん、これが一つのかなり私が今日一番話したかったところだったと思うんですね。で、3月9日発表、じゃあ実際にどういった形の動きをするのか、はい、そういった部分もちょっとお話できたらなと、はい、ちょっと気になるな、はい、でそれがですね、まず、うん、今週の注目イベント、はいはい、流れをお話しさせていただこうかと思うんですけど、はい、うん、雇用統計に向けたこの今週の動き、そうなんですよ、はい、うん、それが政策金利発表、うん、オーストラリア3月7日トルコ、うん、で7日の24時カナダ、うん、そして9日10時半にアメリカ雇用統計があるんですよ、うんうん、でこのトルコの政策金利に関しては一応現状維持って書いてあるものの、うん、実は例えばシリア問題、はい、これが解決に糸口出ればちょっと上がるんじゃないか、うん、あ本当、はい、上げる可能性があると思います。うーん、それこそ 0.25 であったり 0.5 ぐらい上がるんじゃないかなと、うんうん、そんな形で考えてます、うんうんうん、ですので例えばトルコを取引してやってる方とか、はい、いるのであれば今週ですねトルコ例えば買っていただくっていうのも一つ面白いのかなと、うんうん、そんな感じに思ってます、うんうん、トルコは今日もシリアを空爆したりとか、はい、そういうなんか良くない、うん、あまりなんか心配になっちゃうニュースが出てるので私はそこがちょっと気になって、うん、博さんは女の子ですからね、うん、女の子っぽい仲良くしてほしいですよね。喧嘩しないでほしいなって世界がなんかアメリカもね貿易戦争だとかいろいろ言ってますけど、なんでそんなにみんな揉め事が好きなんだろうね。そうなんですよね、もっと仲良くしたらみんな幸せになれるのにって思っちゃうんですけど、まあ結論そこだよね。そうですよね、では早速ですね、ちょっと早いんですけど、うん、今週の一発予想、うん、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ行っていただきましょう。末永さんの今週の一発予想はこちらです。はい、はいはい、米ドル円戻り売り、これは雇用統計後の値動きを踏まえて、はい、そうなんですよ、うん、今先ほど過去の雇用統計後のチャートを
見せていただいたと思うんですね、はい、で発表すると値段が毎回毎回下がってるんですよ。そうですね、うん、すると今回もちょっと期待できるかなっていうのがまず一つあるんですね、うん、あとはそのもし雇用統計ですね、多少内容が良くても上がったとしてもですね、うん、今の環境、今トランプ新関税発言、うん、中国の動向し、まあ、あの反トランプっていう部分があって、ちょっと売りの方ですね、うん、長続きするんじゃないかって言われてるんです、うんうん、はい、これ雇用統計後に、はい、あのドルが下がるっていうのはトランプになってからそれは顕著になったんでしたっけ。そうですね、トランプになってから前は違かったですよね。そうです、前は全然上がってました前ね、うんうん、やっぱトランプ政権もですね、最近下降理由としては、うん、鉄であって、鋼であってアルミにちょっと関税をかけるっていう、はい、まあ、ニュースが出てるんですね、はい、結構今テレビのニュースとかも出てる状態なんですが、うん、今トランプ大統領、貿易戦争、はいはい、これが、まあ、いいんじゃないか、簡単に勝つことができるなんて、うん、そんな報道をしたんですね、うん、でそれによってかなり同盟国、例えばアメリカと同盟の EU 関係、うん、まあ、イギリスであったり、まあ、日本もそうだと思います、うんうん、あとカナダとか、はい、そういった国、やっぱりそういった国に関して火に油を注ぐ発言、そうですね、うん、そんな形になってやっぱりドルの方は下がってくるかなと、うんうん、海外から原材料買わないみたいなことだもんね、要は。そうですね、はい、そうなると要はそのね、アメリカの製造業が原材料費が価格が上がるんじゃないかっていうんでなんか問題になってますもんね、うん、そうなんですよ、はい、うん、やっぱりそれがあるとやっぱりドルここから上がるかっていうと、たとえ雇用統計良くても、うん、ちょっと下がってくる可能性が高いかなと、うんうん、そんな感じに今考えてるんですね、うんうん、結構でもドルも結構下がってますけどね、もうね。そうですね、ここからまたね、5円ぐらいって下がってくるってなるとね、あんまりいい感じではないですよね、うん、ドルスはね、なんか ね、ちょっとアメリカちょっと変な方向に行っちゃってるんじゃないかみたいな印象もありますけど、やっぱりトランプさんの影響なのか、そうですね、何か他にあるのか、ね、そのあたりも含めて18日セミナーですよね、はい、そうです、その前にですね、あ、その前に、はい、今日一応豊田先生いらしてないんですけど、うん、伝言として先生の予想も預かってまして、先生の予想あるんですね、画面はないんですけど、はいはい、聞きたい、家と、はい、まあ、勇気を持ってランド買いと、うん、ランド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 と呼ばれてます、はい、まあ、その予想に至る予想とかの全部伺ってないので、うん、それだけ言ってこいってことだったんですけど、ランド買い、まあ、参考までにってことで、うん、それだけいただいてきてます、ね、ちょっと来週の今日が楽しみだね。そうですね、南アランドどうなってることか。そうですよね、あとはドル円ですね、はい、末永さんのね、はい、ね、はい、うん、来週の予想をまた楽しみにしていきましょうか ね、 ね、両方がね、うん、大ホームランだったらね、うん、またすごいですよね。そうですね、はい、そした時はもう一回お邪魔しようかな。ぜひぜひお願いします。すぐにはい、はい、でこちらセミナーですね、これ私も出ます、はい、3月18日、ね、はい、じゃあ赤ちゃんから、はい、すみません、3月18日にトコム東京商品取引所で、まあ、セミナー開催します。今回は石田さんも参加していただけるということで、はい、だいぶ注目を浴びていまして、はい、現在お問い合わせやお申し込みが殺到しております。素敵で、まだお席少しなんですが、空きがあるので、はい、今フリーダイヤルお問い合わせいただければエントリーは可能な状態となっております、はい、で今回のセミナーは今半の高級すき焼き弁当がお昼ご飯に出てきますので、はい、今僕もいただきます、はい、余れば私たちもいただけるので、あらですね、ぜひお弁当目当てっていうよりはお弁当も食べれて、うん、ちょいまる先生と石田さんの素敵なお話も聞けるすごく、うん、面白いですよ、素敵なセミナーになってますので、うん、はい、ぜひどしどしとご応募いただければと思います。はい、ぜひいらしてください。3月18日東京商品取引所です。よろしくお願いします。はい、ということで人気者ちょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。瀬名さん、芳賀さん、ありがとうございました。ありがとうございました。